対戦よろしくお願いします。今回は地面タイプの最強統一極みということで、前回の地面最強はこんな感じでした。はい、一見6匹いるんですが、ランドロスが2体それぞれで1位を取ってしまっているので、物理でエースになるか特殊でエースになるか選択制だったわけですね。しかし今回はグラードンが参戦したことによってバランスが良くなりました。なので、両方振るっていきますよ。よろしくお願いします。イベルタル先発で来るかもな、しんどいな。そこ読みでいくか。ドサイドン、グラードン、エースいくか。いや、ダグ行こうか。ダグの方忘れたけど。まあ出たとこ勝負よ。選んでふと思った、このダグの方前回使ったっけ、大丈夫だっけみたいな。まあどうせタスキ持って僕の方ですからね、考えることはわかる。おそらくダイマックスに対しての嫌がらせのような方でしょう。なので今回はそのいやらしい戦術を存分に振るってもらうぜ。ドラパか、読み違えたね。僕はイベルタル警戒で出したんですけど、これは壁張ってくる可能性あるな。まあ大体予想通りの方だね。では激凛、一撃で吹っ飛ばしてやるよ。鬼火ぐらいならもろともせずぶち込んでやるぜ。ドラゴンアロー、あらあら素直、効かないね。ドサイドンの耐久舐めてもらっちゃ困りますよ。エクゾリア、オッケー。まあグラードンほどの火力はないんですが、地面じゃない地震だとギリ落ちんぐらいだと思います。なので激に打ちました。このあと起点になるかもしれんのだがね。だるまが来たってことは起点にはならなかった。やったぜ。ということ、おそらくスカーフを握っていらっしゃいますね。ゴリ夢中でしょう。つらら落としを避けることができれば生存しますが、世の中そんなに甘くはない。オフ、ご退場。これ多分次な、ダグちゃん行こうか。やるしかないね。ういっす。ここで勝ちたくば、やるべき行為はこうだな。男気、最後はザシアンだと僕は考えてるんですが、攻め立てるぜ。いざ。岩なだれではだるま落とせる自信ないんだよな。この時点でのだるまくんは氷だけだったよな。なんか自信なくなってきた。岩もありますよってなった。まあなだれ外してるから。ああ言ったらこういうでいきます。つらら落とし、当然角位置本来はね。ですが大魔したことでひるみもしない。カウンターの一撃でお覚悟。よし、オーケーオーケー。ダグちゃんの火力は何とも言えない。ダルマは体力だけは結構あるので、もしかしたら耐えられたかもしれないんで。さあ砂を撒き散らして最後のポケモンを待ちましょうか。リベカポケ持ってるかもな。ポケ持ってたら変に触ると負けになってしまうんですよね。向こうも大魔を切ってくるでしょう。ほう、不意打ち、恐ろしい技を。しかしもう一回だ。向こうは不意打ち、動きませんね。砂で削るぜ。やれることはあるんだが、まあ砂で削った方がいいか。そろそろ変なことされそうだね。いや、こらえるでいい。まだ冬打ってくる。よっと、あるいは普通に殴ってくる可能性もあるぞ。冬打って
砂隠れの間は外す可能性もあるのよ。なだれっとこう。そろそろ変なこと考えて動き出すかもしれん。砂のダメージもバカにならんぜ。弱点補給はもう気にしてもダメだね。ダイマックス切ってくれてないから、そこ考慮するとどうしてももう勝ち目がなくなりそうなんで、今必死にむせそうなのを我慢しながら戦っております。試合終了まで持ちこたえてほしい。席の部分カットするの、それだけでもちょっとした手間なの。クソを湧いて私に席を出させるためにじっくり考えていますね。やばい、出てしまう。席が、この演出長い席が、これもやばいよ。関ヶ原の戦いってこういうことなんだね。うっす、もう何言ってるのか分かんない。抑えるんだ、なだれ。ほらよっと、保険じゃない、いけるかもしれませんよ。席出ます。すっきり。でもさ、咳ってさ、一回出してもしばらくの間は落ち着かないよな。だからつうか、このイベルタルさん地面えぐってないか。やるね。さてさて、行くか。落ちたら負け、わかりやすいな。カウンター食らわせてやるぜ。ストーンエッジ、ダイアーク耐えるかな。玉、ダークオーラ、ダイアーク、火力的にはどうでしょうね。受け止められるか。グラドン、ダメですお前がダメなら大体受けられんな。イベルタルの強さを思い知りました。ありがとうございました。無念。対戦よろしくお願いします。お相手のパーティー地面に超絶弱えぞ。ということはウーラオス来ますね。おそらくアクタイプの方だなってなってくると、ネンドール君は暗黒強打の一撃で吹き飛んでしまうということか。まあ先発はおおよそウーラオスが来ると思った方がいいでしょうね。これはだったら誰から行くんだろうなって話なんですけど、ランドかな。ランド、グラードン、ネンドール。ネンドールはちょっと2回目からの壁になるかな。うまくいくかどうかちょっとよくわかんないんですけど、やめときます。どっちやねん喉の調子は戻りました。あの1回の席で僕はすっきりしましたよ。いやもうさぞすごい席をしたんでしょうね。もう大地を揺るがす、そうまさしく地面タイプのごとし、よろしくお願いします。もう今はもうなんならハミングまで口ずさんで、もうしまえるほどですよ。しまえるほど噛んだあげくしまえるほどって何。その辺ちょっと詳しく。さあ初手トゲキッスはよくわからないの極みなんだが、とりあえず爆弾ぶち込んでみよう。初手キッスがいきなり台まで保険加入とかある？それ交通事故ですよ。そらよっと、事故らなかった。あのどういうことだってばよ待ってくれ、理解が追いつかない。今までいろいろなことがあった。しかしこれは捨てだな。いやだって地面統一に電磁波ですよ。さすがによくわからない。歴代のチンプレイの中でも逆にボツにならないまであるチンプレイ。対面負けしたから捨てたか。弱点保険でもないし、何を見てキスを出して、そこもわからないから正直困るな。まあいろいろあるのでね。ほう、ただの押しミスだと思っておきましょう。ここはね、等倍でも威力やべえんだぜこれ。ヒューヘドバックで問題ない。大地の力をわざわざ打つ必要はないでしょう。まあリベロで鋼に変えられたらめんどくせえんだが、地面だからな。いや待て、もう地面とか関係なく、ここはでもスチールを警戒すべきだったのではないか。いやしかし大ジェットがあるからさ、わからなくなってきた。
この一手で私は大混乱よ。実際無事大混乱です。卓球ジェットでもないやつ、耐えるやつ、謎の勝利だろうが掴ませていただくぜ。さすが順天だね、こういうところは。ただ威力が高い程度の攻撃なら、弾も持ってないバーンぐらいならどうにでもなるということか。本当にそうなのかな。ダメ消しとこう。こういう情報からもお相手のあれやこれやを探るんだよ。ってなってくると、このザシアも最速じゃないんじゃ、もうランドロスより遅いんじゃないですかね。そういうことにしとこうぜ。大体の力、エースバーンの下級はランドロスにどれぐらい入るのか。どうせこれは絶対耐えないから気にする必要はないね。あー、落ちんは普通に落ちんぐらいか。うん、陽気最大火力で間違いないっぽいですね。タスキとかかな。だから多分最初の電磁波は押しミスだというふうに決めつけて、ここからは改めて慎重にいきましょう。なんならトゲキス自体を選び間違えてるのではないか。ではでは、どうしましょうかね。今回はネンドールの方が良かったんだが、こっちの方が早い可能性に期待していいですかね。というか、なんでこっち先出した。すまん、ネンドールのつもりで出してた。うん、ダメ消してたから画面見てなかったの。ならば負けはねえけど、とりあえず岩でも巻いとくか。おやおやおや、なんでか帰ったぞ。本当によくわからない。こっちの方がありがてえんだが。そういうことか、地面技を透かすための交代なわけだよな。まあこっちはそれをする気がなかったから、なんか致命的に我々すれ違ってるな。なだれ、まさか穴を掘るしかないとは思われてないわな。オッケー、さすがにそれぐらいなら落とせますよ。で、ここから出てくるザシアンに対してできること、穴を掘るはやだな。2ターン使うってのがバレたら、そこで変な積み技打たれそうで嫌じゃない。素の状態でもザシアンの居住山ぐらい耐えると思うんだよね。だからここはダグちゃん行っちゃって、グラードンの物理耐久ってすごいので、まあそれを見るついでに穴を掘るをザシアンに見せるのはちょっと怖いので、何度も言いますが、それが負け筋になるのは本当勘弁なんで。剣の前はさすがに採用率が高いので、ここは行くぜ。残念、手違いはなかったか。ですがこれでお相手は攻撃するしかなくなったはずだ。致命傷だ。そもそもさ、ダグトリオのダイアース止めれると思ってんのか。見とけや、この超火力、ダグ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 、ドッカーン、やったぜ。ダグを舐めるなよ、初代ではエースやってたんだから。正直僕は舐めてた。一戦ありがとうございました。まあちゃんと自信すかししてるから、初手は多分ガバだったのでしょうね。対戦よろしくお願いします。なんか鋼多くね。マサハロ氏メタモントップで圧かけてくんのやめてほしいっすねこれ。ネンドールランドグラードンでいこうか。ボツ会の中にハガネール君出した試合あったんですけどね、あの居住山からのインファイト耐えないんだよね彼ね。それボツじゃない試合ですって。そうかもしれない。まああれだよ、そういうことがあったので、正直統一においてハガネール君は現状かなりきついね。ですが居住山でも全然ダメージ自体は食らわなかったぜ。まあインファイト食らうから意味ないんだけどな。あー、オーロンゲ読みはズバリなんだけど、これ挑発来ると超絶嫌だが、ないことを祈っております。電磁波は通らないからな。ソウルクラッシュも大しているかで、猫騙しで1枠使っている。なるほど、じゃあステルスロックは任せていただこう。
このロン毛で起点作ってあいつで暴れようって方だな。あの地面です。本日2度目なんだけど、地面統一なんですけど、よくわからねえ。なんでだ、誰に対しても刺さらない技をなぜ打たれるんだ。すごく怖い。でもさっきそれで揺さぶられたからな。あれかな、壁のターンがどっちにしろ長く残したかったら、無駄な行動の一つでも挟んでおくということか。落としはしねえというやつだ。実際なあ、オーロン毛側からしたらこの粘土攻め落とす必要もねえわけだし、この対面だともしかしたらですが、再度壁を展開する流れがあるかもしれません。スコータイでいきます。爆発しても火力ねえしな。あくまで退場技なのでね。だったら退場してやんねえ。撤収。こんにちはーす。向こうもスコータイかよ。うえ、なんだこの対面。困りますね。岩が食い込む分向こうの方が不利だが、さてこれはこれは。まあ岩技がありそうな向こうの方が多少強く出れるかな。非常によくわからない対面となりました。まさかの元攻撃1位 VS 特攻1位の対決となったぞ。勝って巻かれちゃったよ。これはしんどいな。これ突然ザシアン生えてくる可能性もある。有効打出せねえから壁のターンがじわじわと減っていくぜ。毒入れろと思ったけど、力ずくだから絶対に毒にならないんだ。悲しい。これ1試合目あたりも頑張ってなかったか。最強力ずくやめてください。うん、でもなんかあまりにもしれっと火力上げてるもんだから、すっかり忘れるよね。にしてもこのさ、ランドロスの背中に生えてるこれ何か思い出すんだよな。つーか神剣くっすやばくねえかこれ。これはあかんで、これはあかんで。ダーマあるんだな。リーフブレードの火力でブーストかけてったら正直取り返しがつかんぜこれ。ただナックルを打つわけにもいかず、ここはこいつでなんとかするしかねえ。ジェットで S 上げてくんのかな。とっとと落ちよう。これは一大事です。ジェット S 上がった。もう止められない。しかし火力がなさすぎる。ワロス玉頼むぜ、ワロス玉頼むぜ。マジでこれクソ重要だぞ。ワロスワロスワロス玉。はいはい、ワロスワロス。ダメなんだな、力ずくじゃやっぱダメなんだな。テクニック重視で攻めていかないとこれ人生ね。向こうとしてはリーフブレード落としてくれ。頼む、リーフブレードで頼む。一発で確定、一発で落としてくれ。これ一番最悪なのが、耐えた上に気合玉外すっていうパターンありそうだって思ったでしょ。俺もそう思う。なんかやらかしそうな気がするのよ。やーべえ、口内炎が痛くなってきたよ。そう、疲れたところに発生する口内炎ってやつだな。オッケー、素晴らしい、ナイス撃沈。よし、いいぞ。ここで急所に当たるやつは何やってもダメ。気合玉なんて当てられるわけがないのです。喜んで退場しましょう。もう喜んで、はい喜んで。一段階ならまだなんとかなるだろう。ジェットで S は上げているが、さーて有効ターンがもうほとんど残っていない。リフレクターの残りターンは確認する必要もないでしょう。なぜならやれることがほぼ一つしかないからです。ここで大魔切って大バーンしか今の私に与えられた選択肢はなし。問題は大草原でどれだけ削られるかだな。等倍で大草原でフィールド補正乗っ取るわけで、まあ半分いっちまうかもな。うらー、地味にステロ分痛いかもしれない。さあ
神剣の火力がわかるね。水よ保険あるからいけっけどさ、ここまでやられちまうとさすがにもうダメだね。これワロス玉当たってたらどうなるのかめちゃめちゃ気になるんだけど、ちょっと敗北のカウントダウン待ってる間にダメ消えしておきましょうか。さあランドスケシンフォームの気合玉力づく命の玉を神剣にぶつけた場合のダメージはすっげえ消し飛んでるね。壁込みで死んでます。やべえわ。こんにちは、威嚇やめてください。うん、威力546だって最低でなんで当たってたら勝ってたんだ。ちっきしょう、なんかとんでもねえことやらかしやがったんだなあいつな。許せねえな。もうトンボ効かないんだが、これきっちいぞ。オーロンギをまず一撃で仕留められるか。岩食い込む大パーン、硬すぎだろう。ですがオーロンギは遅いぞ。リフレクターがなくなってしまった。相手もなくなった。まあ全力でやるしかないや。光のキャーベ、え そっち？あ、これそういうことか。なるほどな。これさ、威嚇も入れてるからランドロスでグラードに負ける気がねえんだな。そういうことか。だから特殊技を持っていそうなネンドールの方をケアしたということになる。もう一つ技見えてませんからね。で、ネンドールに対してランドロスは打点がないんですよね。だからそういうことなんだ。ここでランドロスの自信で絶対にグラは落としきるからこそ、ランドロスを信じているからこその選択だな。だけど自信半減なんだが大丈夫か。お相手はそこを忘れているのではないかと思うのですが、そう、お相手のメインウェポン自信はグラスフィールドがまだ1ターン残っているので威力が半減化しているが、自信耐える。うおほほ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 ほヒートスタンプ、危ねえ、爆発落ちになるところだったよこれ有効急所だった。え、うわよし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 。いやでも急所だからね、あの壁がどっちであろうと問題はなかったわけだ。勝ちましたね。いや激戦だった。ありがとうございました。